誰もが一度は目にしたことがあるこの肖像、皆さんご存知、キューバの革命家チェゲバラです。今や世界中で T シャツやポスターなどのデザインとして広まっています。実はこの肖像が世界に広まったのは、ある二人の男が関係しているんだそうです。そこで今回は、その二人が関わった肖像の誕生秘話と、肖像がどのように世界に広まっていったのかを深掘りしていきたいと思います。一人の写真家とゲバラのまっすぐな眼差し。実はこのチェゲバラの肖像、デザインの元となった写真があるんです。ご存知でしたか？その元となった写真は、キューバ出身の写真家、アルベルト・コルダという男性によって撮られました。彼は1959年、革命軍がキューバ革命を達成後、当時軍を率いていたフィデル・カストロやゲバラの思想に共感して、カストロの専属の写真家として活動し始めます。革命後、思想になったカストロの行く先々についていき、数々の写真を撮っていました。コルダは、キューバ政府の公式の写真家でありながら、カストロととても仲が良く、お互い良き友人だったと言います。カストロは、彼の写真をとても気に入っていたため、自由に写真を撮ることを認めていました。コルダ自身、カストロやゲバラの革命の達成に感銘を受けた一人であったため、彼らと一緒に仕事をできるのはとても有意義な時間だったでしょう。コルダは彼らの写真を撮ることに関して、単なる仕事ではなく、自らの写真は革命のためにあるとも考えていたそうです。キューバ革命の翌年、彼は60年以上経った今でも親しまれているある一枚のゲバラの写真をカメラに収めます。写真が撮られた1960年3月5日、カストロとゲバラはキューバの港で起きた爆破事件犠牲者の葬儀に出席していました。この時、コルダはイタリアで出版されていた革命運動の機関誌、レボルシオンの写真記者としてその場にいたと言います。彼が葬儀の間に撮った多くの写真の中に、ゲバラの表情を捉えていたのはたった2枚でした。そのうちの1枚が、後に世界中に広がる奇跡の写真になるとは彼も想像してなかったでしょう。撮影後、彼は写真を編集部に全て送りましたが、記載されず、それらの写真は長い間、日の目を見ることがなくなってしまいました。ゲバラの肖像の誕生。しばらく一般の人の目に触れられることのなかったゲバラの写真ですが、コルダはとても気に入り、英雄的ゲリラと名付けて自分のスタジオに飾っていたと言います。1967年、そんなゲバラの写真に大きな転機が訪れました。イタリアの雑誌編集者がゲバラの写真が欲しいとコルダのスタジオにやってきます。その編集者は壁に飾ってあった英雄的ゲリラの写真を見てとても気に入ったそうです。その時、コルダは編集者に無償で写真を現像し渡したと言います。その後、イタリアの雑誌会社は持ち帰った写真をポスターにして売り出すと、イタリアだけで100万枚以上が売れるという大人気になりました。その後も英雄的ゲリラは様々な形で世界中に広がります。反体制運動が広まっていた地域では、その写真がシンボルになっていたそうです。では、現在よく目にする英雄的ゲリラの肖像は誰によって描かれたものなんでしょう。作成したのは、あるアイルランド人の芸術家だったといいます。彼の名は、ジム・フィッツパトリックです。彼は、チェゲバラの存在を忘れないでほしいという願いから、英雄的ゲリラをイラストにしたと言います。イラストでは、実際の写真から目の位置などに編集が加えられているそうです。彼はこの作品を通じて、チェゲバラの存在ができるだけ多くの人に広まるように、著作権を放棄して無料で使用を認めたと言います。その結果、世界中で数えきれないほどの T シャツやポスター、チラシに使われるようになっていきました。
さらにアンディ・ウォーホルやバンクシーといった世界を代表する芸術家たちがイラストをオマージュして、チェゲバラの名前は瞬く間に世界に広がったと言います。有名になりすぎて生じた著作権の問題、英雄的ゲリラの写真に撮影したアルベルト・コルダはゲバラの思い出を伝えたいと望む人々や、世界の平和目的に写真が複製される限りは反対しないと言って、英雄的ゲリラの著作権を明確にせず、著作権料を請求することはありませんでした。しかし2000年にイギリスの酒造メーカーであるディアジオがスミノフウォッカの宣伝に英雄的ゲリラを利用した際に、ゲバラ自身がお酒を飲まなかったこともあり、個人を冒涜するものだと反発してコルダは訴訟を起こします。最終的にディアジオが5万ドルの和解金の支払いと広告を取りやめることで和解したという出来事がありました。コルダはこの時の和解金を、ゲバラなら同じことをするだろうと、キューバの医療保険制度に全額寄付をしています。また英雄的ゲリラのイラストを描いたジム・フィッツパトリックも著作権の問題を抱えていたことがあるんだそうです。あるタバコ会社がイラストを左右逆転させパッケージに使用しブランド化させようとしたのに、彼は納得がいかず2010年に著作権を取り戻しています。彼はこの一件に関して、 T シャツなどを作る分には気にならなかったし関心はなかったけど、私はこの種の商業利用が嫌いだと話していたそうです。彼もコルダと同じように著作権で得たお金は医療関係の団体に寄付をしていると言います。さて今回は、世界一有名と言っても過言ではないチェゲバラの肖像について深掘りしました。チェゲバラも自分の写真が肖像になり、ここまで世界中に存在が知れ渡るとは思っても見なかったでしょう。彼の存在はこれからもいろんな形で世界中に広まっていきそうです。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価コメントなどいただけますと嬉しいです。こんな人物について紹介してほしいなどのご意見もお待ちしております。またチャンネル登録も忘れずに。では次の動画でお会いしましょう。